んです。今日はこんな風にドライフラワーがたっぷり詰まった可愛いボタンが作れるので、それを作っていきたいと思います。今日使うものは2パターンのボタンを作るので、2種類の色味のドライフラワーを使います。あとは透明のレジンと金箔と、今日使うモルドはすでにこういったボタンの形になっていて、真ん中にボタンの穴がもうシリコンでついているものを使いたいと思います。4つ穴タイプ、2つ穴タイプとあるんですけど、今日はこの上の大きい2つで作りたいと思います。こっちもサンプルで作ったので、ぜひ参考にしていただければなと思います。Thank you.
際はこういったボタンのレジンモールドを使って可愛らしいボタンを作ってみました。今回はかなりたっぷりのドライフラワーを中に入れたので、それぞれのお花の色味が強く出てると思います。白いシャツなんかに合わせてお好みのボタンをつけてあげるととっても可愛くなると思います。女の子のお子さんのお洋服なんかにつけてもとっても可愛いのでおすすめです。もちろんシャツだけじゃなくってヘアピンにしたり紙ゴムにしたり帽子につけてあげたり、いろんな使い方ができるので、このボタンのモールドは結構アレンジが効くと思います。個人的な作り方のポイントなんですけど、このモールドのこの中心のところに金箔を入れないでおくと、こうやって中が透き通って透明になります。私の場合はこの真ん中のところを金箔でたくさん埋めてあげるとより可愛さが出るかなと思ったので、ほとんどのボタン金箔多めに詰めました。これはちょっと試しに何も入れなかったんですけど、お好みで真ん中に入れたり入れなかったりしてもだいぶ印象が変わると思います。ということで今回はボタンのレジンでした。最後まで見ていただきありがとうございました。